この間、オートフォーカス化したこのプロジェクター用のレンズ、50mmF1.2 っていう明るいレンズですね。これを動画撮影でも使いたいなと思って、フィルターをここにね、つけることにしました。こういうね、可変 ND フィルターですね。これをつけるためには、その前に、ちょっと径が合わないので、こういうね、普通のフィルターの枠だけ、ここにね、接着します。接着剤がもう乾いたので、これに可変 ND フィルターをこうつけます。つきましたね。で、孵化した時にここにもう M42 のこうアダプターに合うようなこの輪っかがね、もうついてるので、これどうするかっていうと、ヘリコイド付きのアダプタですね。M42 からこっちも M42 で、これはね、M42 から今度、ソニー用のソニーの E マウント用のアダプタですね。厚みこれ1ミリしかないんで、厚みが薄いってことはいろいろ使えて便利です。これをつけます。で、ここに先ほどのこれがついたね、このレンズを、はい、つきました。で、これをアルファ6000ですね。これにつけます。こんなふうにね、セットできました。で、早速ね、ピントが合うかどうか。はい、合いますね。ちょっと試しに撮ってみますね。この後ね、実際に、撮影してきます。よいしょ。